意味はわからないけれど、もう一回言ってみたいね。ああ、生きるっていいな。それからしばらくして、その男性はこの世を去りました。肝臓がんでした。彼はある裁判の被告でした。男性の名は山本正光、罪状は大麻取締法違反。後にその裁判は彼の名前を取ってこう呼ばれるようになりました。山本医療大麻裁判と。改めまして、松川靖子と申します。まっちゃんと呼んでください。まっちゃん、はい、ありがとうございます。こういう問いかけをしてます。そこにどんな意図が乗っかってますか？動機は何ですか？っていうことなんですね。すべての情報っていうものは正しいか間違ってるか、それ以前に何らかの意図っていうものを含んでいます。で、その意図っていうものが情報の中身そのものよりも物事を動かしていくことがあるっていうことなんですよね。それはこのコロナの時代もそうだと思います。ですから皆さんには情報の正しい正しくない、それはもちろん大事なことなんですけれども、それプラスそこにどんな意図があるのかなっていうのを少し気にしてほしいなって思ってるんです。で、今日は私が山本医療大麻裁判から学んだ意図をつなぐということについてお話をさせていただきます。20代の頃の交通事故の大量輸血が原因で C 型肝炎になった山本さんは、その後肝臓がんになります。で、現代医療で持てるだけの受けられるだけの治療をありとあらゆるものを受けて効果がなく、とうとう余命半年から1年の宣告を受けます。でも彼は生き延びるために諦められなかったんですよ。いろいろ探して、海外でどうも医療大麻があるらしいぞ、でも日本では使えない、厚生労働省、大学病院、製薬会社、研究機関、いろんなところに電話をかけまくって状況をお話しして、なんとかなりませんか、治験でもいいんで僕は行きたいんです、治りたいんです、なんとかなりませんかって交渉するんです。結果はどこも一律ノー。本来だったらそこで終わるはずだったんです。でも何かのご縁が働いたんでしょうね。あるところから大麻を手に入れて自分で使ってみたわけです。結果まず痛みが減りました。これは病院で出される鎮痛剤よりも早く効いたっておっしゃってました。で、それから食欲が出てきて眠れるようになった。その結果気持ちが上向いた。何よりも腫瘍マーカーが20分の1に下がったんですよ。これはお医者さんもびっくりしてました。本来だったら今頃はもっと悪くなってるはずだって言ってたんですよね。で、それで、まあ、このままめでたしめでたしになるかっていうとそうにはならなくって、ある時外出先で痛み止め用に持っていた大麻が見つかって捕まって、そして裁判になるわけです。彼はそれを受けて立ちました。裁判で勝つことが目的ではない、僕は命を守るために戦う、そう言って法廷に立ったんですよね。その活動っていうのは海外の新聞でも取り上げられました。山本さんの主張っていうのはシンプルでした。末期のがん患者が誰にも迷惑をかけないで治療のために大麻を医療目的で使うのは悪ですか、本当に。そして法廷でこう問うわけです。他に何がありますか、もし大麻以外に治療法があるならそれを教えてください、僕は今からでもそれを使います。それに答えることができた人は誰もいませんでした。検察も大麻の有害性っていうのを立証することができなかったんですよね。ですが刻一刻と山本さんの命の期限っていうのは近づいてきてました。なるべく早くに判決を出して山本さんが生きている間に決着をつけよう、その流れで裁判っていうのは進んでいきましたが、最後の1回最終の回を残すところ2016年7月の25日、ご家族に見守られながら山本さんは息を引き取りました。医療大麻頼むね、それが
山本さんが支援者の方に亡くなる数日前に残した言葉だそうです。もう分かってたんですよね、自分が生きてる間にはもう間に合わないっていうこと。でも彼はそう言わざるを得なかったんです。山本さんが裁判途中で亡くなったことで裁判そのものが中途半端な形で終わってしまいました。これに対してがっかりした人たちってすごく大勢いたんです。でも私は本当に全てがそこで終わったとは思ってないんですね。なぜならそこに確かに希望があったからです。例えば裁判の間にこんなことがあったんです。検察の人、裁判官、弁護士の人、そして裁判を傍聴しに来てた全ての人たち、みんなが山本さんに対して頑張れって言ったんです。立場を超えて、法の良し悪しを超えて、何が正義か悪か、それを超えて等しく山本さんに頑張れって言ってたんですよね。命に対して区別や差別をしないっていうものを持ったときに、何か違った光景が見えてきます。私はそこに一つの希望と真実っていうのを見るんですね。ここに用意したのは大麻からできた糸なんです。麻糸って呼ばれるものですね。大麻の天と地、この一筋の繊維をつなげてつなげてつなげて糸っていうのができるんです。で、これ天と地ってワンセットなんですね。地の後には天が来るんです。で、地が来てまた天が来る、つまり流れが決まってるんです。天と天、地と地っていうのはつながらないんです。流れっていうものが定められてるんですよね。私これって人の命も同じことだなって思うんです。例えばお父さんお母さんから子供へ、そして子供から孫へバトンを託すようにして受け継がれていく何かっていうのがあるわけです。山本さんはそこに生きるっていう意図を託したんですよね。この浅いと赤ちゃんが生まれた時にはへその緒っていうのを昔はこれで切ってたんですよ。で、死ぬ時の死に装束、死んだ後に着せるね、死に装束もこの大麻の糸で作られてました。人が生まれてくること、死ぬこと、そのどちらにも等しく大麻っていうのは深く関わってきたわけです。そこに山本さんはプラス生きるっていう意図を乗せました。残念ながらそれは今の法律とは合わないから、彼は法廷に立たざるを得なかったわけです。そして道半ばで行かざるを得なかった。だけどその意図っていうのは消えることなく、別の誰かに、たくさんの人につながれた。私はそう思っています。その一本の意図っていうものを、そこに託されたものを私は絶やさずに次につなげていきたいんです。ああ生きててよかった、生きるっていいね、みんながそう言える世界がその先にあることを、その意図を意図でつないで、皆さんは人生にどんな意図を乗せますか。その意図に全ての幸があることを私は願ってみません。ありがとうございました。